はい、というわけでもう一回家のところまで持ってきました。やっぱりこの家の中で起きてる、テレビのところに行った時にこうコントローラーが震えるのがなおかやっぱ気になるんで、もう一回中入って、でこの音が聞こえかどうかなんですけどね。このテレビに近づくと、わかりますかね、このガーガーって。まあこれわざと机の上にこうコントローラーを置いてブルブル震えさせてますけど、これがなんかこう規則性があるようにこう震えてる感じなんですよね。もう一回離れて、でもう一回近づくと。長く震えて短く震えて、長く震えて短く震えて、短いのが4回、短く震えて長く震えて、長く震えて短く震えて、長く震えて短く震えて、短く震えて短く、いや長く、長くですかね。これが一体何なのかなっていうんですよね。このやっぱテレビ画面にもその指を伝って鳴ったらっていうのが出てますから、私の声はあなたの指先を伝って流れると。長く震えて短く震えて、長く震えて短く震えて、短いのが4つ、短い長い、長い短い、長く震えて短く震えて、短く震えて、短く震えて、長く震えて、短く震えて、短く震えて、短く短く、長く短く、長く長く。これはもしかするとあれですかね、モールス信号なのかな。トンツートンツーっていうあれですけど、これをじゃあちょっとネットで調べて、その信号のパターンですよね。それからもう一丁ちょっとやってみましょうか。はい、じゃあもう一回近づいてみます。長く震えて短く震えて、長く震えて短く震えて、短いのが4つ、短く長く、長く短く、長く短く、短いのが1回、短く長く短く短く。
短く短く長く長く長く、はい。じゃあこれを、モールスのやつと照らし合わせてみるとですね、一応モールス信号のやつと照らし合わせてみるとアルファベットと数字なんですね。でそれをこう並べてみるとチャンネル2っていう文字になるんですよ。でこの壁にタイプイット書くってあるじゃないですか。つまりは、まあ、これアクションボタンを押すと何もならないんでここでキーボード使って文字を書くんじゃないですかね。これねちょっとまだコントローラー震えちゃってるんでちょっとそれを待ってから、はい、じゃあキーボードからチャンネル2と打ってみます。 CHANNEL2 小文字じゃダメなのかもしれないですね。CHANNEL2 ん？これはテレビの前じゃなくて例えばこの辺にいてチャンネル2。これはどういうことでしょう。一人称視点になって何かサイレンに出てくるような赤い海のほとりですねこれね。で何かこう向こうに森が見えてなんかこう光の柱が見えますけども、要するにあれを目指していくっていうことの感じですかね。なんかよくわかりませんけどそこを目がけていくんでしょうね。なんか道がこうそっちに向いててるで、はい、なんか燃え盛ってるところもありますけど、多分これはその光の柱に向かってる感じですよね。これね。さあ、新しい展開ですけども、なんかバサッ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 って言ってるけど、おバサッバサッバサッって言ってるけど、道はこれ一本道ですね。なんか周り本当にサイレンの赤い海みたいな感じですけど、道はこう一本道で上に向かってこう行ってますね。やっぱ光に向かってるのかなと思うんですけど、
さあ上に上がってきました。光はまだちょっと遠いかな。周りが随分燃え下がってますけども、ただするべきことはなくて、ただこう走ってるだけなんですけど、さあこれはこれは二手に分かれてるけど、まあ、結局つながる感じですけど、さあどんどん煙ってきましたが、徐々に光が近づいてきました。これは階段ですかね。あとなんか近づいてる。これを登っていくんですかね。さあ螺旋、こっとっとっと、やつが来た、やつが来た、やつが来た。おお、おっとっとっと、ほらとにかく、サイレン2みたいに一番高いところに行く感じですかね。さあこのまま待っていきまして、ちょっと周りを見てる余裕がないんですけど、そうちょっと、木の枝っぽいのが見えてきて、さあ高いところに上がってきましたが、おお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 、捕まった。ちょっと。なんて？バッシャーン。ああ、これで終わりですか。これはフィンランドの歌なんですかね、これね。はい、というわけでこれで終わりですかね。これが2つ目のエンディングってことですかね。はい、まあ、タイトルに戻ってきたんでこれで終わりですよね。はい、というわけでタイトルに戻ったんで、これで一応エンディングは2つ出した感じですかね。はい、
まあこれ体験版なんで、まあこれからその本編が作られるってことなんでしょうけど、まあね、結構ちょっとヒヤヒヤするゲームなんで、まあこれ正式に発売されたらぜひやってみたいですよね。はい、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。で、このーゲームですね、これが、ホーンテッドデモディスク2021というものですけれども、まあ概要欄に一応ダウンロードのリンクは貼っておきますので、まあ興味のある方はぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。